ミットとボールミットとは野球、ソフトボールの守備で用いられる補給用ボールでグラブの一種。英語ではミットはミトンとほぼ同義だが野球用語としてはミットが主として使われる。野球では保守が用いるキャッチャーミット、一塁手が用いるファーストミットとがある。キャッチャーミットは投手の投球を補給するのに適した形状をしていて全体的に丸みを帯び、 橋が厚めにできていて、親指部分は独立してはいるが、形状的には、グローブのように突出してはおらず、突き指を防ぐ形状。ファーストミットは、自ら相手打者の打球を補給処理する以上に、他の内野手からの送球をより、広範囲で補給するために、他の野手のグローブよりも、かなり長く大きめに作られている。ソフトボールでは、 キャッチャーミットとファーストミットが兼用であることが多い。公認野球規則において、保守と一類種のみ、ミットに関する規定が定められているものの、それ以外のポジションにおいて、ミットの使用を禁止する項目は特になく、そもそもグローブとミットを区別できる定義すらされていない。このことから各協会において、規則の補足がない限り、 グローブの規定に準ずるものであれば一塁手以外の野手が使用することも可能である。また、サイズ等の規定さえクリアすれば保守がファーストミット、一塁手がキャッチャーミットを使用することも可能で、実際にナックルボーラーのティム・ウェイクフィールドとバッテリーを組んだ保守がファーストミットを使用したこともある。ただし、通常ミットはグローブの規定を超えるサイズのもの、キャッチャーミットは ファーストミットの規定を超えるサイズのものが一般的である。また、安全上の観点から特に保守はミットの使用が推奨され、リトルリーグでは保守はキャッチャーミット以外の使用は認められていない。ソフトボールではグローブは全てのポジションで使用可能だがミットの使用は一類一種と保守にしか認められていない。ありがとうございます。